昔の人とかやっぱ固定概念でやっぱそうやって育ってきてる人って絶対いるじゃないですか。そういう人はやっぱ茂木さんの言う通り他の人が一緒にならないと私は嫌なんだって人っていると思うんですよ。私の娘が相手の男性のせいにならないとそんなの結婚じゃないっていう人っていると思うんで、そういう人たちがいっぱいいるから否定派の人がある程度いらっしゃるっていうことだと思うんですけど、だからこそそういう人たちにはあなたの権利は何も侵されてないよと、ただそれが嫌なんだっていう人がいるんだよっていうことを多分少しずつ小さなコミュニティでもいいから広めていく以外でこれが緩和されることってないと思うんですよ。僕らがどんなにそれって別にいいじゃんって言ったところでなんでって絶対なっちゃうと思うんですよ。だからもう本当に細かく少しずつまずはこう法律というか枠から変えてみてっていう新しい枠を用意してみてこういう生き方もあるんだよなんか浸透させていくのが大事なのかなとかは。